よな。みんな分かったよ。上がる時の決め台詞は。え、な、何が一番かっこいい？お前言うほど言ってるか？いやマジで言えてない時テンパってる時だから。情けな。今度から配信見るときそれ気にしちゃうわちょっと。いや、やられてるわ。全然考えてないだろ。いや普通に。うわー。うわー。あー、なんと。はい、本日はね、V のから騒ぎ、麻雀大好き VTuber 編ということでね、今をときめく新規リーガーの皆さんにお集まりいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、意外とね、メイカちゃんが初めてなんですよね。いや、マジ以外ではないよね。ないないない、ない、この二人接点ないよね。やっと稲葉跳ねるチャンネルに切り抜き上がるわ俺の。上がるかな。で、ニューニューも V のから騒ぎ初めてですよね。今回初めましてですね。麻雀以外でね、なんかコラボするのすごい不思議な感じ。鴨神ニュー、麻雀以外に呼ばれることすごい珍しいので、頑張って爪痕を残して帰りました。頑張って。ハングリー精神あるな。で、ニューニューとメイカちゃんも初めまして。初めましてです。そうなんですよ。企画でご一緒するの初めてで。意外だな。初めまして、鴨神です。挨拶してる、挨拶してる。お願いします。挨拶してる。なんか趣味とかほら言わないと。え、お見合いこれ。ごめん、始まっちゃった。なんだこれ。配信が趣味。YouTube をしています。ああ、はい。素敵ですね。なんだこれ。何やらされてんだよ。はい。じゃ続いて、ドラフト指名されるまでの新曲。この男が選ばれる未来など信じられぬ。もういいだろ。なんだこれ。もう、こいつ。あれですね。わかんない。全然わからない。グノセス？あー、やばい。え、でもこれルースかもしれん。ルースじゃない？うん。はい、こちらは、メイカちゃんです。あ、おらんか。すごい自信満々じゃん。まあ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 、まあまあ、今言えば自信しかなかったですかね。選ばれなかったらどうなってたんだろう。選ばれなかったらもうすごかったよ、もう俺多分。すごかった、すごかった。選ばれなかったらすごかったんですか？もうあの、コメテンになってた、新域リーグの。コメテンか。全然配信枠に粘着してたかもしれない。やば。いやー、よかった、選ばれて。危ない危ない、荒らされるところだった。じゃあ、メイコちゃんちなみに誰に選ばれたいとかありました？俺自身 M リーグもちゃんとたくさん見てきてるわけじゃなく、麻雀の大会があったから勉強しましたぐらいの温度感でやってきた。うん、インターハイね、の時に初めて5ブロックリル覚えたぐらいやから。ただやっぱあの時おもろくて、でチーム戦好きなんよ俺、最強決闘戦出てえなと思って応募して、でもなんかインターハイも頑張れたし、大会実績他のジャンルで出てるから、あと C ランクやん俺、うん、B がそれこそ岩盤ほど熱かったけど、 C はまだ選ばれる可能性があった。それでも結構大変だったけどね。なんか、俺 C ランクで一番大事なやる気ありますやと思ってて、どうせ上手いのは B と A に期待されてんだから、うん、じゃあエントリーシートもやる気ありますをいっぱい書いたと。あ、もう俺こんな大会いっぱい出てっつって、インターハイ優勝したっせとか。もうここぞとばかりに振り上げたわ。ええー、何かそれで、そう、誰に選ばれたいとか誰に選ばれるかまでは全然見えてなかったけど、選ばれなきゃ、ああ見る目ねえなって。ポジティブだなお前。自分のポジティブ。見る目ねえなまで言っていたと。ああ俺を選ばねえとは後悔しますよって顔しながら待ってた。もう選ばれて当然だということで。まあでも実際2人目ぐらいまで名前上がった時俺が出なくて、わわわわなんでだわ、こんなこと書いてんのに。やばいやばい、かぶれかぶれ、他かぶって消去法で俺選べってなった。あの時はもう情けねえな。続いて、いつもリーチした後に考えていること、なんて言って上がればかっこよくなる。配信者もって、こういうことばっか考えてるこの人。いや、配信者大事やな。誰だこいつ。誰か言ったの。メイカちゃんです。信じられへんよな。みんな分かった。上がる時の決め台詞は。え、何が一番かっこいい。お前言うほど言ってるか。いや、マジで言えてない時テンパってる時だから。情けな。
配信見るときそれ気にしちゃうわちょっと。いやられてるわ。全然考えてないだろ。いや普通にうわーい。うわーい。何を考えてるの。そここそ考えとこうよ。あれ練習でかっこよくしてくれてるけど、あの後めちゃくちゃ情けなかったね。実はみんなに秘密にしていること。秘密にしていること。みのさんの秘密。みんな秘密バーチャル YouTuber やってるとなんかこういう秘密を切り売りしてるから。確かにね。もうプライベートをね。プロメンツでしょ。だって最初の回答こちら。中学生の頃好きな食べ物でキャラ付けをしようとしてエクレアばかり食べていた時期がありました。何これ。エクレアばっかり食べてるね。誰こちらはニューニューです。あれこれ僕タロ薄くねってなんか中学の時に思った時期があったの。キャラが薄いと自分が思ったんだ。薄い。そうそうそう。だから、うん、なんか手軽にキャラ付けできる方法ないかなって思った時に、うん、いろんなキャラクターがさ、うん、あのメロンパンを食べたり、うん、タイヤを食べたり、なんかね、サッポシ食べたいね。これじゃね、僕に足りないなって。めちゃめちゃ中2やん。これは周りから見たらキャラ付けじゃなくてただのデブなのよ、それは。めっちゃ甘党の人よ。どれぐらいの期間試したの、うん、これ。あ、確かに結構ずっとやってたんですよ。え、でもなんか後半辛くなってきて。飽きとるやん。なんかお前ずっとエクレア食べてるよねって言われた瞬間、うん、ありがとうって言ってやめました。ありがとう。ありがとう。続けろよ。いや、もっと広めたい。せっかくキャラついたのに。うん、でもなんかさっきコメントで、稲妻じゃないですか、あの、エクリアの語源って。うん、ってことは、なんかそこからもうゼウスだったのでは、みたいな。ゼウスさん。ああ、やった。よか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 った。食べててよかった。よかった。そういうことだね。無駄じゃなかったよ。そのエピソード知らないだろ。続いて、麻雀を始めてよかったなって思うこと。ここにいる皆さんやいろんな方と共演できること。はいはい。皆さんルイス、絶対ルイス、100% ルイス。いやいやいや、私はみんなのこと嫌いだから大丈夫大丈夫。何なの、お前のノリ。こちらはルイスちゃんです。あ、そんな、はい、そんな嫌いとか言って大好きだくせに。大好きじゃん。大好きだくせに。この子が大好きでしょう。なんかずっとだって一人で麻雀してたから、昔から一人でポチ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 一気一遊して、ね、ね、おじさんしかいなかったもんね。こ、ね、のおじさんしかいなかった。コメントのおじさんたちね。ね、チャーハン作って歌も歌われて、辛い下積み時代を終えて、こうやって公式番組を追ってこういう場に呼ばれたりとかでも。感動が止まないですね。はい、辛い 2,3 年間だった。辛い時代長。そんなに長かったの、辛い時代。本当に嬉しいよ、みんなと。まあ、麻雀は今打ってないけど、みんなと、うん、その結局麻雀も今一人で打ってるけど、うん、あれ結局大戦はちょっとね、友人セミナー誘ってくんなくって、楽しい思いしながら。ルイス、やろうよ、みんなで。やろうやろう。なんか、ルイス、言ってたよね。なんか、私、これやってくれないんですよ、誰もって言って。え、そうなんだ。みんなしてさ、友人戦してさ、切り抜き見るたんびに心えくらえてんだけど、ねえ、切り抜きでさ、遊んでさ、誰か誘ってあげて、ちょっと誘ってくれんの。気持ちわかるけど。レスちゃん、じゃあいいコラボあるにゃん。分類詰めるやる？いや、分類詰めるか。新ユニット。なんかディスパラされたんですよ。なんかここ入るもん。居心地悪すぎる。いや、もういなかったことにするから。いなかったら歴史変えて、歴史変えればいいだけだから。はい。じゃあ、麻雀を始めてよかったなって思うこと、最後の回答はこちら。思いさせてもらった。それは歌い名家だな。関西弁だし。関西弁だもんな。関西弁だもん。関西弁だしな、これは。こんな関西弁使わんわ、俺は。こちらは、天界司さんです。
何本当に出たと思った。もう終わったでしょ、メイカちゃん。この一言につきますね。もうあのね、ジャンタマで、うん、いや本当にいい思いばっかりしてきたから、そう公認してもらって大会もね勝たしてもらったりとか、うん、楽しいこといっぱいさせて、うん、今はもう新域までさせてもらってますから、本当にいい思いばっかりさせてもらってるんで、はい、まあ、麻雀はそんなにねあれなんですけど、麻雀はそんなにだけれども、ジャンタマに麻雀はそうでもないけれども、天海さん、他のアンケートで、麻雀を始めて一番困ったことっていう欄に、仕事にしちゃったから辞められなくなったって書いてたんですよ。お前最低お前天海さん、お前金のために打ってるってこと？麻雀を辞めれるのであれば辞めるといいですか、天海さん。いや、まあ、ちょっと記憶にございません。ありえないでしょ。やめろよ、ややこしい政治家。記憶にございませんね。記憶ねえね、やめろ。ちょっともう情緒が不安定だから、今はちょっと優しくしてもらってる時期だから、やっぱそう、今優しい、ね、ね、うん、いい思い出の時期なんで。